の商品は火曜日特製サイン入りパネルと、今日夕方6時で終了するおはスタアニバーサリーストアでゲットできるツバニー&マイティの切り絵シールをセットで1名様にプレゼント。よっしゃ、制限時間は5秒間。それではシャッターチャンススタート。頑張れマッチ、頑張れ。今撮った写真を今出てる文字と一緒に朝8時までにアップ。お花間のみんなは保護者の方にツイートしてもらって、よろしく。はい、では早速いってみよう。せーの、おはスタちょうだい。ウェーブタンクがつーかっこいいぜ。今回の勝負はこれだ。任天堂スイッチ版最新作ツリスピリッツを大調査。調査依頼をくれたのは大阪府の釣りスピ好きなはるきくんでございます。はるきくん、ありがとう。さあ、調査内容としてはね、どんなステージが増えたのか教えてくださいってことでした。たいくん、今日普段なんかリアルな釣りとかやってそうだよね。たいくんね、釣り行ったことあんねんけど、実際に魚を釣ったことはなかったな。そうなのか、ね、ここでは釣れるといいね。じゃあ、ということで今回は僕とコウタで大物釣りに挑戦してください。レッツゴー。こちらが10月27日登場の釣りスピリッツ釣って遊べる水族館。ゲームセンターではおなじみの魚釣り体験ゲームで、大画面の中を泳ぐ魚を竿型コントローラー、竿コンで釣り上げるのが醍醐味。そんな釣りスピが自宅でも楽しめる任天堂スイッチ版の最新作が登場だ。はい、到着したのがここが大量メダルランド。かわいい、なんか。そう、こういろいろある。取れますね、なんかね、これワクワクするよ。ゴッドアンドグラススリスピパーズとか、いろんなアトラクションがね、あるんだけども、やっぱりもう釣りスピといえば、釣りスピリッツプラスですよ。最初の注目ポイントは、釣りスピリッツプラス。ヒットした魚にダメージを与えて釣り上げる、ゲームセンターでも大人気の釣りスピが、お家で楽しめるこのアトラクション。最新作では、ゲームセンターでしか遊べなかった、カエルの池ステージや、任天堂スイッチ版のオリジナルステージ、毒の花畑が新たに追加。ということで、釣りスピリッツプラスでモンスタークラスをゲットしよう。よいしょ。今回火曜メンバーの2人が毒の花畑ステージでなかなか釣れない大物モンスタークラスのゲットに挑戦だ。家庭でもリアルな釣り気分を楽しめちゃう新登場の竿コンを使ってプレイするぞ。スタート。ヒット。どうした、どうした、どうした。早速タイクくんがノーマルクラスの魚をゲット。続けてコウタがゴールドクラスの魚をゲット。タイクくんはさらに大物のグレートクラスがヒット。果たして釣れるか。するとここでステージに異変が。モンスタークラス接近中。モンスタークラス。よし。これするの。モンスタークラスの中でもレアなゴールドモンスターのゴールドモンスターハオコゼ。果たして2人は釣り上げられるのか。ダメージ。はいはいはい。頑張れ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 。どう。大工くん残念、ヒットならず。その後残り10秒を切って2人同時にヒット。最後のチャンスをものにできるか。タイムは終了。さすがゴールドモンスター、1回目のチャレンジは失敗。ナイスプレイ、ナイスプレイ。そしてここで2つ目の注目ポイント、魚召喚ロッド。前作ではストーリーモードでしか使用できひんかった、魚召喚できるロッドっていうのがあるね。そう、それがね、今作から釣りスピリッツプラスでも使用可能になったんです。ヒットした魚に大ダメージを与える必殺技魚召喚が今作から使用可能に。ロッドによって違った攻撃が打てるぞ。魚召喚で今度こそリベンジになるか。リベンジマッチ。モンスタークラスヒット。モンスターヒット。おー、いける。うわー、すげー。すごい。
ッツゴー。かっこいい。やばいやつが。モンスタークラス、コウタがついにモンスタークラスをゲット。ゲットだぜ。そして残り5秒を切ったところで体育くんが魚召喚を発動。果たして釣れるか。いける。いける。頑張って。頼む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 。2人ともやったぜ。そして3つ目の注目ポイントが釣りスピ水族館。魚を釣ってたまったコインで魚道場ガチャを引くことができるぞ。ということで早速2人もやってみることに。すると、なに、なに、逃げろ。なんか魚が出てくる。色違うのある。あんこ、あんこ、あんこ、幻クラブ。ドヒャー。2人が引いたのは先ほど魚召喚した大氷山クジラ。実は一番レアな幻クラスの魚なんだ。ガチャでゲットした魚は水族館で鑑賞が可能。たくさん魚をゲットして水族館を発展させようぜ。ということで家庭用最新作には新ステージが追加。大波友のみんなもリアルな釣り体験を楽しんでね。すごい、いっぱい釣れたね。いっぱい釣れた。いや、おめでとう。楽しかったマジ。はるきくん、どう、これで分かったかな、うん、釣りスピリッツ釣って遊べる水族館は10月27日登場です。ぜひ大波友のみんなも挑戦してみてね。はい、そして大波友からの調査依頼も大募集中。ゲームや宇宙のこと、身の回りで気になること、私たちオハガールに挑戦してほしいこと、疑問を持っていること、何でもいいので送ってね。お願いします。はい、みんなの挑戦、調査依頼よ、待ってるよ。はい、この宝箱が出現したということは、鍵を探せお宝リモートハンター。やったぜ。ワクワクするね、これね。さあ、今回応募してくれたのはこちら、福岡県のさきちゃんとトーヤくんです。おーはー。あー、いやー、元気いっぱい。ありがとう。ねえねえ、さきちゃんはさ、どんな習い事してるの？陸上です。陸上。え、どんな競技？100メートル走です。走ってるってこと？めちゃめちゃかっこいいじゃん。ねえ、トーヤくんも一緒にやってるの？はい。わあ、兄弟揃ってランナー、ね、めっちゃいいね。ちなみに、トウヤくん、トウヤくんの宝物、ぜひ見せて。なんだろう、何があるか。あ、取りに行ってくれた。取りに行ってくれた。何？ルカリオです。ルカリオのルセクルミ。めっちゃかっこいいや。いいよね、うん、ありがとう、宝物見せてくれて。さあ、これからね、さっきの宝箱を開けるための3つの鍵のヒントを出すぞ。はいはい。その3つの鍵を開けることができれば見事プレゼントをゲット。制限時間は60秒や。では、さきちゃん、意気込みを聞かせてちょうだい。頑張るぞ。おっしゃ、頑張ってくれ。では、CM の後、いよいよチャレンジスタート。Don't speak。 この番組は、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。If you believe in yourself, you can do anything.その景色は一生の宝物。お片付け箱プレゼント。宝トミー、すみっこ暮らしのセルティミシンだ。糸なしでスイスイ縫えちゃう。不思議。かわいいアイテムいっぱい。糸なし簡単セルティミシン、すみっこ暮らし専用たっぷりセットも。それではさきちゃんたちが挑戦するお宝リモートハンター行ってみるぞ。 Here we go。3文字のものだ。さきちゃんたち持ってきて。3文字、まあ、お家のものだからね。3文字
ね、こちら習い事に持っていくもの。なんだ、ね、2人は陸上やってるって言ってたよね。だからどうだろう、靴とかユニフォームとか、ユニフォームとか、ああ何が来るかな、何が来るかな。さあ残り時間は30秒。それ何、タイプです。OK、 クリア。謎なぞです。この謎が表すものを持ってきてちょうだい。さあ、分かるな。プラス4。うん。お、なんだこれ。さあ、ちなみにじゃあちょっとやってみるよ。おさあ、へい、ほ、おお、そう。なんかに見えるな。なくなっちゃう。あ、じゃあ、それ何？さあ、おかげです。オーケー。クリア。素晴らしい。素晴らしい。いやー、開きました、うん、残り1秒でクリアでございました。では、中を開きまーす。おっ、なんとなんと宝箱の中には、火曜メンバーのサイリ、おはスタ特製クリアファイルが入ってたぞ。はい、おはどものみんなは謎々分かったかな、うん、ちょっと補足すると、こちら おと、サーヘイホ、このね、カタカナ、サーヘイホを縦に合わせると、うん、お茶に見えるでしょ。ということで正解はお茶でした、ね、みんなの今日一日はね、お茶のことをおさへほって呼んでみて。ややこしいからやめとき。さきちゃんたち改めてクリアおめでとう。でやってみてどうだった、うん、よっしゃ、よっしゃ、まあ頑張ってくれたってことでね。では引き続きお宝リモートハンターの挑戦者待ってます。お題に合わせて家の中を持ってくるだけの超簡単なゲームだから、みんなも挑戦してみてね。お願いします。応募はおはスタホームページから。君の挑戦を待ってるぜ。待ってるぜ。 CM の後はタイプくんのリズムでどっちいち。今日はこの動物からの問題。シマウマじゃないかな。え、みんなのごちそうステージ、おたらぽんこゴッティ、アニャ、ポン、あっち向いてポン、あっち向いてポン、あっち向いてポン、コロペポン、今何時、ソーセージ、ごちそうステージはごてらぽん、うまいまいまい、ゆれきゅう、みんなのごちそうステージ、ごてらぽんこ、ごてらぽんこってさ、何をやっても全部うまいよね。ごてらぽん、惜しい、いや、おいしい、今何時、ソーセージ、ごちそうステージはごてらぽん、うまいまいまい、ゆれきゅう、キャンペーン中。アサゲフリーズドライ、おいしさを瞬間凍結、だからうまい、おみそ汁なんだ、フリーズドライアサゲ、くるね、海苔が、たっぷりの海苔が、大人のふりかけだ、うん、大人のふりかけ永谷園。アイカくんのリズムでどっちっち、めちゃくちゃ懐かしい。はい、世界で一番人気のテレビコーナーです。さあ、今日はですね、動物に関する二択クイズを出題するよ。それでは、こうね、アイカくんのリズムでどっちっち。問題、シマウマの鳴き声はどう聞こえる。ワンワン、もう、さあどうでしょうか。それでは全員答えを一斉にオープン。どうかな。いや、ちょっと待って、どうだろう。これ何は。お、こっちもう、これが、あ、2人はワンワンね。もうでしょ、ズバリもうで、どうだ、さきちゃんとやくんはワンワンということで、結構綺麗に分かりましたけど、ね、うん、え、ゆわちゃんなんでワンワンやと思った。まあ、ワンワン好きだからね。ワンワン好きだから。あ、なるほどね。スバニーは何でもんやと思った。いや、でもシマウマはさ、絶対ヒヒーンって鳴きそうじゃん、うん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 、ね、うわ、でも見た目がどちらかといえば牛に似てるのかなっていうところでもうだけど、うん、これ自信ありません。なるほどね。そっか、じゃあマイティは。いやー、僕もなんかワンワンって鳴いてほしいなって思って。泣いてほしい、うん、かわいらしい。どっちはどう、こっちは。あの、シマウマを間違えて牛だと思ってた。おーい、間違えた。すごいボンミスしてるやん。牛だと思ってた。色味は似てるけど、確かにね。いや、これどうって鳴くんだ。さあ、どうなんでしょうか。それじゃあ正解を発表するよ。正解はどっちだ。オッケー、発表しまーす。教えて。発表しますよ。お願いします。正解は、あ、ごめんごめん、発表する、発表する、 OK、 お願いしますよ。あ、OK、 発表するわ。
シマウマの鳴き声はワンワンでした。うそだ。これね、実際にシマウマが鳴いてるところの音声入手してるから、これ確認してみよう。どうぞ。さあ、よく聞いてよ。わかった。ほら、どう？ほんとだ。ワンワン言ってないだろ。うん、めっちゃワンワン言ってる。めちゃめちゃワンワンでしたね。で、これすごい。そしてサキちゃんたちが見事正解ですよ。正解してる。完璧や。完璧。ねえ。ね、いや、びっくりですよ。これね、ぜひおはともの、みんな学校でこれ知らん友達にみんなに教えてあげてな。今日は画家のパンパン先生による美術の授業。今日はみんなに文化祭の展覧会に出す絵を描いてもらいます。村に出て自由に風景を描いてきてください。いいのはこれを描くの。よっしゃ。いいのはひらめきタイプの謎解きでスケッチするみたいだよ。こっち一緒に考えよう。はい、ハテナが表す色は何色かな。山傘黄色だ。絵の具の色に注目して紫赤を入れると矢印が傘を表しているんだね。こっちの絵の具は黒を表しているよ。ピンク白だから黒だからピン、うん、ピンの糸。よし、選択の先だ。紫の木だからこっちに答えちゃいなよ。いきますよ。ちょっと待って。はい、ピンク、白をそれぞれ当てはめて矢印の順に読んでみよう。ハテナに入る色は金。お見事。できた。いいの。それ何描いたの。あの山を描いたの。なかなか個性的な絵が描けましたね。今回みんなに描いてもらった絵は文化祭に出しますから楽しみにしててください。やったー。文化祭がより楽しみになったいいのたちだった。時刻は7時23分。ここでゴッチンへどっちっち第2問出題します。おお、はい。問題、私体育くんのひいひいおじいちゃんの名前は何でしょう。はい、1岡崎体操、はい、2岡崎体育、どっち。はい、岡崎体育、はい、お、正解は岡崎体育でした。おじいちゃん、みんなに名前知れ渡ってんで。それじゃあごっちん、今日の天気よろしく。はい、今日の天気をお伝えします。福岡は午前中雨が降るでしょう。東京は朝と夜に雨が降り、札幌もにわか雨があるでしょう。以上、お天気でした。 Thank you。 ドラえもんたちと過ごす美しい癒しの世界、穏やかな時間が流れる中で、明日はみんなで何しよう。ドラえもん、のび太の牧場物語、大自然の王国とみんなの家。スリスリ最新作は水族館テーマパーク、設定、家庭、楽しさ無限大放出。スリスリッツ、絶対遊べる水族館。長谷園の美味しい通販、宮干しラーメン。とっておきのアレンジメニューのご紹介。茹でてる間に調理して、仕上げは熱々のごま油。出来上がり。うん、うまい。宮干しラーメン12食セット、この機会にぜひお試しください。今すぐ検索。お手頃食材でこんなに豪華に。おはスタは TVer で配信中。お気に入り登録もよろしく。ヘイ、
さあ池袋本店で開催している西武のね池袋本店で開催しているオアスタアニバーサリーストアは見て今日の18時までです。私たちオハガール3人の手書きコメントもストアにあるからチェックしてみて。はい、よろしく。さあ来週25日火曜日からはなんと西武渋谷でマイティソフビの人気クリエイターコラボを開催したいと思います。どんなやつ、どんなの。なんとクリアマイティソフビも新登場するからチェックしてくれ。こんな風にソフビの中にビーフや宝物を入れることができるんだ。やったー。俺は七味唐辛子いっぱい入れよう。さあ、そしてお畑本さきちゃん、ともやくん、今日はどうもありがとう。ではみんな今日も元気に。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。中谷園のお茶漬け。出川さんちの麻婆豆腐。このうまさが、このガチなうまさがレンジでチン。簡単。出川さんやるわね。中谷園レンジのすすめ。ありえないをやっちゃう。